はい、運気を上げる方法について、お話しします。ここに書いてあって、これ全部読んだんですけども、最後のね、巻末のなんだこれ、簡約した解説を読んでね、なぜこのエピソードと不思議に思うものもある。例えば第3章のやり遂げる力のところで、プリンストン大学を中退して少林寺拳法を学びに中国に渡る若者が登場するが、彼のようなグリッドやり遂げる力を持ちたいと思う読者あまりいないのだろうか、みたいなことが書いてあるんで、なんか 俺はそれ見て面白いなと思ったの。俺あれこんなに読んだっけと思って、あの戻ってみたのページを。そしたら結構面白くて、これ俺のことじゃんみたいな風に思っちゃったわけ。まあ全く一緒じゃないけどさ、だからちょっとやっぱ俺のセンスと、この人は多分一般的な立花さんっていう人は、立花明さんっていう人は一般的な人だと思うの。普通の日本人の中で常識的な人の方だと思うの。俺結構非常識な方だと思うから、俺からしたらなんか最後のね、これだけ見て読んで、なんか面白いなと思って読み返してみたら、そんなんあったっけと思って、それ飛ばしてたから、だからやっぱ俺はやっぱそういう部類に入るんだなと思いました。このエビデンスで証明されてる、あ、運気がいいんだなとも思うし、でどういうことかっていうと、いじめられてた、アメリカでいじめられてた子がいて、強くなりたいと思って中国にね、シナに少林寺拳法を習いに行くと。しかもそれがね、インターネットとかもない時代に、行ったと。で両親とか大反対したと。そういうタイプの子じゃなかったから。で結局、そのなんつうんだろう、このね、あの少林寺習いに行った人は、あのすげえ努力したけど最強にはなれなかったわけで、ボコボコに負けちゃったんだけど、自分としてもうここまでやりきったと、自分の中で貫いたと、そういう経験があったと。だから結局その少林寺を学びに行ったっていうことに関して、じゃあなんかこのそれだけに関して言ったら、じゃあ成功、そこで止まったら成功か不成功か失敗かつら失敗だったと思う。世界最強に慣れてないんだから、で帰ってきちゃったんだから。でも自分はこれは最後にね、こうノックアウトされずに最後まで戦ったっていう経験があって、しかも環境的にももう最悪な環境、当時のね中国のあれだから環境最悪なんだけど、やりきったと。でその後彼は、なんか脚本書いて、その当時の経験の本を書いて、それでアメリカで成功するっていう話だったんだけど、ちょっとストップします。で彼はアメリカに戻ってね、プリンストン大学卒業してオックスフォードとか大学院にも行ったんだけど、最終的にね、そのプリンストン大学やオックスフォード大学院では彼の未来を開かなかったと。彼の未来を開いたのは、19歳の頃に常軌を逸した旅に出たこと、それが未来を開いたと。でこのね、馬鹿げた経験の後、作家としてね、成功したのはただの運じゃないかっていう人もいるだろう。ところがいい話がある。運を引き寄せる科学があるのだって書いてあるんですね。じゃどういうことかっていうと、1000人以上の被験者を調査したところ、ワイズマンっていうその心理学教授の人が、まあ、なんですけど、運のいい人の性質を発見したと。彼らは新しい経験を積極的に受け入れ、外交的であまり神経質でないことが示されたのだ。まあ、俺ちょっと神経質だったり内向的なところもあるけど、つまり彼らは直感に従い、何より前向きに物事を試し、それがさらに直感を研ぎ澄ます。これ俺のことじゃんか。家に閉じこもっていたら新しいことやワクワクさせてくれること、素敵なものにどれほど巡り合えるだろうか。きっとチャンスは少ないだろう。運は生まれつきのものだろうか。そんなことはない。運の大部分は選択によってもたらされることを踏まえた上で、まあ、こうつながるんだけど、つまり運は自分の選択する直感に従って選択していくことで、運が運って運ぶって言うじゃん、運ばれていくんですよ。木が運気が良くなるには木を運んでいく、直感によって、やっていくこと、直感によってチャレンジしていくことで運が上がっていくってことだと思う。それ俺じゃんか。で馬鹿げたね、常軌を逸した行動って、例えばね、分かりやすいで言えば政見放送とか、で俺は正直あの結果によって運が上がったからね、俺も。あの結果が
から今こうやって動画撮ってるわけ。あれがなかったら今これ動画撮ってないし、この書評依頼も来てないんだよ。うん、すごいでしょ。うん、だから、このね、立花明さんっていう人がね、ややこしいから立花明さんなんて言うけど、立花明さんが、なぜこのエピソードと不思議に思うのもあるって書いてあるけど、俺は全然不思議に思わない。むしろ共感するよ。うん、やっぱり自分の、だからこの人はね、自分の直感に従って、アメリカ行ったわけ。アメリカから中国にね、少林寺習いに行ったわけですよ。上級一した行動したわけですよ。でもその結果、この経験で彼は、後にね、運気を開く、運気が上がり、道を開くことができた。だから皆さんもね、そういった自分の直感に従ってこれだって思うものを掴む。これ宇宙エネルギーが来てると俺は思うけど、今から思えばね。だから、そうすることで運って開かれていく、運が良くなっていく、幸運になっていくって僕は思っているので、皆さんもね、なんかやりたいとか直感で思ってもやらない人って多いと思うけど、それに従って生きることで、幸せになっていくと僕は思います。ちょっとね、ちょっと遡っちゃったんだけど、はい、これで全部読みました。ということでちょっとね、最後ね、本題のやつで本題があるんで、ちょっとそれについて動画撮ろうと思います。